やっぱしょっちゅうめえな。どうもチャンネルでございます。はい、今回も当選報告ということなんですけども、今回ですねミニロトなんですが、もう非常にですねちょっと DM いただいた段階でこれやべえってなったので、ちゃんとお話も聞いてで許可もいただいて今回動画にさせてはいただいているんですけども、その何がすごいかっていうのが。この間の回ですね、1124回、大荒れの悪魔の開催会といっても過言じゃないぐらいひどかった回があったんですけど、そこを見事に捉えたということで、当選番号、まず当選番号ですよ。34682712ということで、1の桁ね、4つですよ。4つは、えげつないよ。マジで。そう、3つとかだったらわかるんですけど、4つはちょっとえげつないですよね。で、とはいえ、まあ、この回でも、1等が9口出ているっていう、まあ、事実もあるので、まあ、取れないわけではないんですが、今回ですね、ご連絡いただいた、視聴者様の当選結果としては一応こちらですね。はい。気持ちよくないですか、これ。めっちゃ気持ちよくないですか。4と6と8と27。見事に捉えてらっしゃる。そして3等になるんですよね。おめでとうございます。いいですね。いい。本当に。めっちゃいいですね。はい。で、この回は、荒れただけじゃなくて、当選金額もちょっと渋くなっていたんですけども、4等、いわゆるマットですね。マットがね、800円とかだったんですよ。で、この方も3等、当選されているんですが、3等で9500円というね、非常に金額が少ない感じで、まあ、大金というわけではないんですが、今回のこのね悪魔の開催会、これの3等は本当にね値打ちがあると僕は思っております。はい。で、そしてですね、まあ、ちょっといろいろ聞いたんですね。どういう買い方されたりとか、どういうの普段意識してるんですかみたいなものを聞いて、お返事いただいておりますので、そちらの方もですね、お伝えしていきたいと思います。で、まあ、基本的にはどういう買い方がすることが多いんですかっていう質問に対しては、最近は、変化法をよく使うということで、本当にありがたいことにですね、僕の動画を見ていただいて変化法を使い出したそうなんですが、まあ、今まではなかなか当たりがなかったらしいんですけど、変化法を使い出して当たるようになったというふうに、おっしゃっております。そう、ちなみに、変化法というのは僕が勝手に名前つけたんですけど、もともと結構宝くじ系の古くからやってらっしゃる YouTuber の方々だったら結構これ使ってる買い方なんですよ。そして名前あんまり誰もつけてなかったから、僕が勝手につけて僕の動画で紹介してるってだけなんですけど、まあ、昔から正直あったんですが、まあ、僕の動画でご覧になっていただいたっていうのはもう非常に嬉しいですよね。なんか嬉しいなってなりますよね。はい。で、そして購入口数って大体どれぐらいなんですかってお話しさせていただいて、したら返事としまして、基本的には10口から20口ぐらいを、買うようにしておりますと。で、買い方のコツって何なんですかみたいな、こだわりというか、自分なりの何かあるんですかっていうふうに聞いたら、一応まあ最小軸を決めるというふうに、おっしゃっておられまして、とりあえず変化法で導き出した数字の何個かを、固定数字を決めて、それを軸にして残りをちょっと埋めていくという買い方をされているそうですね。で、この回に関しましてはやはり468、これを軸にされていたそうなので、いや当たるよねって感じで、まあ綺麗にパツッとはまったって感じですね。はい、であと他に意識されているものは、基本の型ですねとしましては、ミニロトは110102020、これを意識されているそうなんですが、まあ、それでいうと、まあ、この回ですね、今回、まあ軸を468にしたっていう部分を考えると、非常に冒険をした買い方をされた回ではあった。そしてその時に、見事に当選されたというですね、すごい。本当にすごい。マジすごいですよね。おめでとうございます。本当におめでとうございます。そう。で、まあ、この動画ですね、こういった感じの、まあ、当選報告っていう感じで、もう、あんま本当にラフな動画ではあるんですけども、まあ、撮るたびにね、毎回思います。本当に。勉強になるなとか、で、まだまだやはり自分が知らない買い方ってたくさんあるななんてね、結構思ったりするので、まあ本当にね、いい刺激を受けつつですね、僕もちょっと負けず頑張っていきたいなとは思っております。はい。まあ一応今回ですね、ミニロトで、まあ今までは結構大きな金額のものを、取り上げさせていただいたりはしたんですが、今回まあこれはこれで僕、金額はね、少ないものにはなってると思うんですけども、価値としては多分もっと10倍ぐらいあるんじゃないかなと思ってます。そう。こういう回ね、ミニロトね、本当こういう回ちょっと金額上げた方がいいよ、絶対。本当に。あと2等ね、2等の金額もっと見直した方がいいと思うんですよね。100万円台はだから1等を逆にもうちょっと下げて2等をもうちょっと上げるとか、3等もね、正直僕当てた時で1万何ぼとかなんですけど、もったいないよあれ。どうしてもやっぱりロトシリーズはこれもうデータ公表されてるんで分かりやすいんですけど、ロト6がやっぱり一番人気なんですよ。でおそらく去年ぐらいからは、まあ、ミニロトロト7がキャリーオーバードンバ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 ンって続いてるから、金額だけで見ると多分すごい人気が出てるはずなんですよ。そう、その陰に隠れてるこのミニロトね。そう、おざなりにしてないですか、お姉さん。もったいなくないですか。もうちょっとまあまあ、金額変えてもいいと思いますけどね、2等あたりとか。そしてこんなね、とんでもねえ回は、当選金額上げさせていただきますというね、一つなんか粋な計らいがあったりしてもいいのかなって僕は勝手に思っております。はい、じゃあ、今回もですね、当選報告でございましたが、またちょっとね、自分のね、当選報告をね、ほんとできる、したいなと思いながら、そのためにちょっとね、皆様のからの刺激を受けて、動画作ってるなって感じはしております。はい、だからもう皆さんにも負けず劣らず頑張って追いついてね、追い抜いてやりたいと思っております。では皆様、今日もですね、動画をご覧いただきありがとうございました。